ジェン・サー、エドワード・サビーヌ、サー・エドワード・サビーン、または、サビンは、アイルランド生まれのイギリスの天文学者、軍人、探検家である。彼の兄弟の孫に、民族研究家の聖母院、ベアリング・グールドがいる。ダブリンに生まれた。王立陸軍主管学校で学び、1818 18年、王立教会フェローに選ばれ、ジョン・ロス船長のカナダの北を、太平洋に抜ける。 北西航路の開拓のための航海に加わった。この航海はロスが行く手を阻む黒ー,ーさんの役を誤ってみたと思い込むことにより失敗した。翌1819年から1820年のウィリアム・エドワード・パリーの探検にも参加し、この時最初の測定と知識の大きさが異なることを発見した。1821年と1823年には、 アフリカを含む各地の地磁気の観測、振り子による重力の測定を行った。それらの観測から地磁気が約10年の周期で変動していることを発見した。1851年に地磁気変動とハインリヒシュワーベの太陽黒点の出現周期との間の相関関係を見出した。これらの功績により、 王立協会から1821年にコプリメダル、同年と1853年にベーカリアンメダル、1849年にロイヤルメダルを受賞した。1861年から1871年のアイガ同協会の会長を務めた。上日の研究の他にも、グリーンランドの鳥は彼の名にちなむ海洋温度、メキシコ湾流、高地の気圧測定。 四五千個町の測量、岩石の氷河による移動、ハワイ島の火山、そして気象学に関する様々な事項など多岐にわたった。イーサビーヌは植物の学名で命名者を示す場合に、エドワード・サビーンを示すのに使われる。ありがとうございます。